はい、こんにちは、物欲の小屋人です。今回はトフィーのハーフホットサンドメーカー K-HS3 という商品ね、購入して使っていますけれども、非常に良い商品ですのでね、ご紹介していきたいなと思います。こちら1枚焼きのホットサンドメーカーです。ホットサンドメーカーというとね、パン2枚を重ねて挟むタイプっていうのは結構多いんですけれども、私もねそういう印象だったんですけれども、このねトフィーはパン1枚でできるのがね特徴ですね。なのでね、ちょっとした朝食ランチとかでね、作って食べるには最適です。パン2枚もね食べれないや、パン1枚ぐらいでね、ちょっと小腹空いた時に食べたいなっていうねシーンにねぴったりなんじゃないかなと思います。まずね外観ですけど、このようにとてもおしゃれですね。これね、私というかおっさんがね使うのがね、恥ずかしいぐらいのね可愛らしいカラーですね。おそらくね女性の方ターゲットにされているのかなと思いますけれども、このようにね非常にねまず見た目がおしゃれですよね。こんな感じの T 字の形をしたねホットサンドメーカーということで、よくあるホットサンドメーカーね、これはハーフなので、この場合のもっと大きい正方形のものでね、黒くてこうなんか挟むといういかにもね調理器具みたいなものがね多いんですけれども、このトフィーはねこのレトロ感がいいですよね。これ健康機器か何かみたいな感じでね、まさかねホットサンドメーカーとは思えないようなね外観っていうのもね人気で、受けているね、理由の一つなのかなと思います。また裏側はこのようになってまして、電源のケーブルをね、こう巻けるようなね仕組みがあります。これねどっちに巻こうかって悩むんですけれども、こっち側に巻くとねこうコンセント上に行きますので、ちょっとね収まりが悪いんですよね。こうブラッとなるので、でおそらくねこれ逆側に巻くのが正しいんじゃないかなと思ってまして、これ逆に巻くとどうなるかというとですね、はい、ちょうどこの下側に来ますので、こうやって置いていくのかな。こうするとねスリムに置けるなと思います。このあたりはねもうちょっとこの最後のコンセントのね、端子の部分の収まりをねどうにかして、落ち着かせる方法があるとねよりいいなと思いましたね。このようにキッチンのね片隅に立ててね収納しておくことでね見栄えも良いですし、スペースも取りません。縦にするとねこんな感じで、やっぱり毎日使うものですのでね、こういったデザインであったり収納時のお手軽さっていうのはね非常にいいなと思いました。カラーはね私が調べた限りは4色、アッシュホワイト、サンドイエロー、シェルピンク、ペールアクアという色がありまして、今回はねペールアクアという色になります。注意が必要なのが、これ Amazon で買ったんですけど、箱にねラベルが貼られてそのまま届きました。なのでこの外側に段ボールとかねあるわけではなく、ここにね今剥がしましたけれども、宛名のラベルが貼られてね、届きました。まあ、大きくね傷んではないですし、私中身さえ使えればまあ問題ないかなと思ってますので、ただねこう角かな、これ開けるときにこれ破れたんだと思いますけれども、なんかテープがこう貼ってあったりね、こんな感じで、箱がいきなりね、商品丸めの状態で届きましたので、どうもねギフトとか贈り物する場合はなんかギフトっていうね、商品選ぶところがありましたので、それを選ぶと確か値段変わらずね、なんかギフトっぽい発想になるのかな、ちょっと分かりませんけれども、なのでちょっとね、誰かに送りたいなという時には注意が必要かなと思います。これ送りたくてもね直接ラベルの剥がした後とかね、こういったシールはね貼られてしまうっていうところありますのでね、そのあたりはちょっと注意が必要かなと思います。ではどんな感じか見ていきましょう。電源ケーブルはねそんなに長くないのでね、手の届く範囲にねコンセント必要です。そしてこちらがね押さえている部分ですけれども、これ樹脂ですね。このあたりね、まあ作りとしてはねめちゃめちゃ頑丈にできてるって感じはしませんけれども、まあ十分かなっていう感じです。このようにね押さえがあります。パチッとね、はい、押さえますし、どうも分厚いものはこのね、はい、外側というか、より浅く押さえる、ここでもいいよって書いてあります。普通はねパチッという方で押さえて、こんな感じのね2段階になってます。そしてパカッと開けますと、このようにですね、はい、なっていまして、ロゴのねここ焼き印というかね、焼いた時にトフィーって見えるようになってます。これすでに私インスタグラムでねホットサンドね、作ったらあげていますので、見てくださっている方もいるかと思いますけれども、いや結構ねヘビーに使ってます。めちゃめちゃ便利ですねこれ。このサイズ感が良くてね、このサイズでできます。パンをこう挟んで、なので半分ねくるっと丸まった感じでね、またねこれがね手軽に食べるって片手で食べるっていいんですよ。
高温注意と書いてあります。まあ、基本的にはね温めてここに挟んで時間待つだけという感じですね。ここにはねランプが2つありまして、予熱できたよというのとね予熱中だよっていうね2つのステータスランプがあるだけというね、それ以外ね電源ボタンすらないというねインターフェースになってます。ではちょっと電源差し込んでみましょう。コンセント入れた状態です。そうしますと今ねオレンジのランプがこのように点滅点灯いたしましたね。これがね今予熱中ですよということで指定された温度までね今加熱されている状態です。最初に入れるときはねあらかじめ温めておく必要がありますので、このようにね予熱いたしましょう。特に予熱中もね外側はね熱くないですね。ほんのり暖かいぐらいで全然触れるねぐらいの温度になっているっていうのもね、まあ、安全面ではいいですね。ただこの隙間のね、鉄板部分をね触るともちろん熱いと思いますので、これはね注意してください。このように今ねオレンジでまだ加熱中です。このように、ね、緑になりますと予熱完了というステータスですので、今こう開けますともうね熱いです。もわってきましたね。ここにパンと具材を挟んで加熱していくという感じです。では実際にね作っている様子ご覧いただきたいと思います。ではこのように作っていきます。パンはね8枚から12枚切りを使ってくださいというふうに書いてますけれどもね、6枚切りです。こちら6枚切りでもねなんとかできました。ちょっと分厚いので、押さえるときにねはみ出がちですけれども、まあ、6枚切りでもいきました。パンによってもね厚さ変わりますので、このあたりは試しながらかなと思ってます。もう手軽にねこのようにパンにハムとチーズを入れて挟むだけです。卵を焼いたりウインナー入れたりね好きなものを入れられます。注意するのはただ一つ、具材がねはみ出ないようにすることですね。結構ね1枚折りたたむタイプなのでがっつり入れるとめっちゃはみ出ますので、その量だけがポイント。逆にね適量だけ食べれるっていうのでね、私のようにねパン2枚とかペロッと食べてしまいがちなね人にとってはね、まあ、ある意味ダイエットの効果にもね期待したいなと思います。このように、ね、予熱して緑になりましたら具材を入れていきます。具を入れましたらね挟んで放置するだけです。どうもね4分が目安のようですね。アレクサ4分タイマーしてみたいなところでね、あ今4分開始されましたけれども、そのような感じでねタイマーして4分経ちましたらご覧の通り完成というお手軽さです。使ってみていいなと思ったのがスナックのように片手で手軽に食べることができるという点です。結構パンね食べにくいんですよね。両手使ったりね手が汚れたりってなるんですけれども、ご覧の通りね、半分にサクッと切ってね食べれば片手で、お手軽にね食べることができますので、このね利便性っていうのは非常にいいですね。またね耳の部分がカリカリになりますので、こういった食感の部分も私好みです。またねこれワッフル作れるようなねプレート交換できるタイプもね別の商品でラインナップされているようなのでね、いろいろ試したい方はそちらでもいいかもしれません。ということでね手軽にホットサンドが作れるこちらねトフィーのホットサンドメーカー紹介してきましたけれども、まあ、課題というかね改善欲を言えばですけれども、まずねタイマー機能がねあるといいなと思いましたね。これ4分間はね自分で測らなければいけませんので、これ油断していると焼きすぎて真っ黒になるっていうことが起きそうな気がしていますね。今ねこう4分で微妙な時間ですよね。他ごとしだすとね忘れそうなので、できるだけこうこの機器の前にいますけれども、まあ基本的にはね、離れてはいけないんですけれども、タイマーで何か知らせてくれる機能が、ね、あるといいなと思いました。まあただね大きくなったりね、それによって値段高くなってしまったりすることもあるのでね、そこはね一要望ということですね。あとは安全面ですね。これオレンジと緑で加熱中とそうでないっていうねステータスが分かれているんですけれども、まあ、いわゆるサーモスタットで一定温度以上にはならないようにねなっています。なのでね、急にね燃えたりねどん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 加熱されてね高温になっていくってことはないと思いますけれども、こちらね電源オフ、自動電源オフっていうのは全くないんですよね。なのでこれ本当消し忘れるとずっとついているというね仕様になってますので、いくらねこうサーモスタットで温度はね一定になっているとはいえね、なんかね、まあ、電気代もそうですけど、こう焦げた時、アレクサ止めて、はいすいません、さっきの4分のタイマー出てきましたね。何言ってみましたかね。あ、そうですね。自動電源オフ機能がありませんので、これずっとつけてもね、
サーモスタット働いてるとはいえね、ちょっと不安な点ありますね。まあ真っ黒焦げになるぐらいだと思うんですけど、火がついたりねしないと思うので大丈夫かと思いますけれども、まあそういった意味からしますと、まあ大体例えばね10分で1回オフになるとかね、まあさすがに10分以上これつけて調理する方もいないと思いますので、まあそういったね、まあお手軽な機能ですね、電源オフ機能ってあるのがねよりいいなというふうに思いました。それぐらいですね、タイマーと自動電源オフ機能ですね、これがあるといいなと思いましたけれども、基本的にはね、とても便利で、まあ複雑になるにつれねなかなか使いづらくもなると思いますので、電源コンセントに差し込んで挟んで、予熱して挟むだけと、そして4分待てばできるというね、いいですね。トフィーのホットサンドメーカーおすすめです。あと入れるものはねもうアイデア次第です。基本的なねハムとかねチーズっていうのはもちろんのことね、卵はねこれで卵焼けないか一回ね試してみたいんですけども、卵はね生卵のままね焼くとはみ出ますので、一旦焼く必要ありますけどね、そういったものを入れたりサラダポテサラみたいなの入れたりツナ入れたりね、もう様々ですね、そういったの入れてねサンドメーカー使うのよしですし、あと今日これにご飯入れて焼きおにぎりをね作ってみました。パンだけじゃなくてね、まあ基本的にはこのようなね加熱された鉄板なので、まあ、こういった鉄板を活用できるね、料理というかアイデアであったらね、使えますのでね、ぜひね、まあ、ネットでねこういったホットサンドみたいな調べるといろんなレシピね上げてくださってる方もいますのでね、そういったの参考にね、手軽にこういったホットサンドを朝食等でね作ってみてはいかがでしょうか。これはね最近導入した中でね結構いいなと思ったね、個人的ヒット商品でしたね。ということで今回はトフィーのホットサンドメーカーハーフですね、ハーフホットサンドメーカーご紹介いたしました。ホットサンド作りたいなっていう方ね、このハーフタイプなかなかね良かったのでねおすすめしたいと思います。ということでね気になった方検討していただけますと幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。